そしてその除染がなかなか進まなかった最大の原因である中間貯蔵の問題にも取り組んでいただいています。この点についてはですね、石原大臣に率直にこれからも頑張っていただきたい、皆さんの頑張りに敬意を表しつつ、今問題としてお感じになっていることがあればですね、せっかくの機会でございますので、これからしっかりとですね、中間貯蔵施設を誕生させる、平成27年のですね、当初には供用開始をしたいという方針も伺っております。その方針に向けて課題があればぜひお話をいただきたいというふうに思います。石原環境大臣。中間貯蔵施設については、専門家である細野委員に私が申すまでもありませんけれども、除染の関係とですね、故意の私は裏運転だと考えております。そして多くの方々が一日も早く中間貯蔵施設を作ってくれない限り、仮置き場もいっぱいになってきた。仮置き場がいっぱいになってまいりますと除染も進まない、そういうことであるのだと思っております。そんな中、民主党政権下でですね、細野委員もご努力をいただき、前大臣の長浜委員もご努力をいただいて、知事の方からですね、昨年の11月に中間貯蔵施設の調査やっていいですよ、こういうお答えをいただき、先週の金曜日ですけれども、調査を行う業者と契約が終わりましたので、もう速やかに調査に入らせていただきたいと思っております。そんな中で調査の結果を踏まえましてですね、やはりこれはお地元あってのことでございますので、その安全性を十分に配慮したものができるんですよということをしっかりと具体的にご説明をさせていただいて、設置についての地元の皆様方のご理解というものを得ていきたいと思っております。そして今細野委員がご指摘されました通り、これも前政権下で決めていただいた27年当初のですね、搬入中間貯蔵施設の供用ですね、こういうものに私どもも最大限の努力をしていきたいと考えております。細野豪志君。いくつかの重い課題に我々向き合いましたが、私が関わった課題の中でこの中間貯蔵施設が一番重たい課題でございました。お願いをしなければならない国の側も非常に率直に言ってつらい課題でございますけれども、それ以上にですね、それを受け入れていただくことを検討していただく地元の皆さんが一番つらい立場におられるのは、これは言うまでもありません。私も福島とずっと関わってまいりましたので、もし何かですね、野党でありますが、これは党は関係ありませんので、人間関係の中で協力ができることがあれば何でもやりたいというふうに思っておりますので、ぜひ、大臣そして閣僚の皆さんにそうした点についてはですね、福島に寄り添って頑張っていただきたいというふうに思います。さて、それに関わってこれは安倍総理にお伺いをしたいと思います。この復興の問題をはじめとしてですね、やはり国益のためにさまざまな問題について建設的な議論をしてですね、決めていかなければならないところが私もあると思います。でその意味で、安倍総理がですね、この施政方針演説の最後に、みんなが、我々は何のために国会議員を志したのか思い出して、そしてですね、建設的な議論を行い結果を出していくことが私たち国会議員に課せられた使命でありますと、こう呼びかけられました。私もこれ大賛成です。そうしたいと思います。ただですね、それをするためにはですね、やや皆さんの認識を確認をしておかなければならないところがあるのも事実。皆さんは野党時代本当に建設的な議論に参加をして物事を決めることに協力をしましたか？協力したところもあったでしょう。被災地の問題についてはそういった面あると思いますよ。しかし例えば一例挙げますね。特例公債法、これずっと歴史を紐解いてもってもですね、特例公債法は予算と一緒に通ってきたか、若干時期をずらして通してきたんですよ。我々野党の時代もそうだった。去年どうでしたか？私は政調会長やってましたから今でもよく覚えてますよ。3党で確認事項したのは11月の13日ですよ。解散直前でもう解散してもうこれで追い込めそうになってからようやく合意をしたんじゃないですか。これ関係ないから言ってんじゃないですよ。我々は補正予算組めれれば組みたかったんですよ。被災地のためにやりたいこといっぱいあったんだ。しかし当初予算ですらですよ、当初予算ですら財源ないんだから新たな政策できるわけないじゃないですか。安倍総理、建設的な議論をやりましょう。そういう国会を作っていきたいと思いますよ。
しかし皆さんが3年3ヶ月の間でやってきたことの中で建設的でなかった部分についてはですね、これは一定の反省があって初めてこういう呼びかけはですね通用するというものではないですか。答弁にお答え、答弁していただきたいと思います。内閣総理大臣。まあ、今、まあ、細野委員は随分大きな声でいたぎたかにおっしゃっていたんですが、私がですね、総裁に就任をしたのは、まあ、9月の26日で、ございます。そしてですね、あまり時間をかけずにですね、実は、この、特例公債法案については、基本的に協力をしていくということはお示しをしております。でその中において、しかし、そういう過去のことを言い合いになったらですね、あまり生産的ではないんですよね。こちらにも言いたいことはたくさんありますよ。しかし、そんなこと言えば。で、あの時ですね、あの時に例えば、幹事長会談をやって、そこでですね、速やかに、いわば近いうち解散という問題がありましたよね。あれ、8月に約束をされて、なかなかずっと解散をしなかったんですから。もう今更そんなことは私も持ち出すつもりはありませんけれども、世の中一般の常識といえばですね、近いうちって言ったら大体1ヶ月以内ですよ。1ヶ月以内ですよね。しかしその約束をそもそも果たされなかったわけですよ。で、そこでやはりまず約束を果たしてくださいねということになって、幹事長会談になったらですね、速やかに決めていくということになって、その約束を果たしていく上において、党首会談をやったら、実は全然そんなことにはなってなかったということになってしまったんですね。ですが、大切なことはですね、与野党で協力をしていくためには、両者の信頼関係を構築をしていくということが、これは人間関係の基本的な、基本ですから、残念ながら、あの時民主党の態度は、そういう態度ではなかったということは、申し上げさせていただきたいと、このように思います。その後、剛志君。確かに安倍総裁が就任をされたのは9月ですね。しかし特例公債法というのは本来は予算と同時に通すんです。で、野党がですね予算に反対をするのはこれは立場が違いますからやむを得ないですよ。しかしやはり特例公債法は大事な財源だから、そこは野党もきっと協力して通そうという、言うならばですね、そこは暗黙のやり取りがあって、大体夏から秋ごろには我々も通してたんですよ。ですからそこも含めて本当に総裁はですね、確かに9月に就任をされましたけれど、その前も自民党がやってきたことどうですかということについて答える責任あると思いますよ。他にいちいちこのことで例を挙げたくはありませんけれども、我々がですね野田政権の通常国会で出した法律の中でですね成立した法律は 57.5% です。そして安倍総理がですねついておられたときに通した法律のパーセンテージは 90% ですよ。それはそれぞれ時々の国会の状況もありますけれども、皆さんのですね、法律に対する、それこそ審議に応じて通すということについてはですね、極めて非協力的であったというのが私どもの認識です。で、もう一つだけ例を挙げます。税制改正についてですね、合意が成立をしました。我々もですね、我々の言い分を入れていただきましたので、これは理解をします。しかし、例えば相続税の問題、今回消費税を皆さんにお願いするわけだから、所得の高い人たちにも一定の負担をしていただこうというのが、これが相続税ですね。で、これは今回の合意の中に入っていたのと同じものを我々もですね、その当初予算で昨年度、今年度ですが、出していたんですよ。それをほとんどですね、理解をされることなく、党内で議論もせずに先送りしたのが自民党ですよ。ですから、私もですね、いたけだかに言うつもりはありません。それはもう率直に申し上げます。我々は建設的にこれから議論をしていく上で、野党時代の自民党で反省すべきは反省をして、信頼関係を作るべきところは作って建設的に議論をする。これが総理として示すべき態度ではないですか。これについて総理はどうお考えになりますか。安倍内閣総理大臣。それはおっしゃる通りですね。反省すべき点は、我々も野党時代のことも含めて反省しなければいけないと思います。その中においてですね、皆さんと建設的な関係を作っていければいい、という、姿勢でいきたいと思っておりますし、事実、税と社会保障の一体改革においてはですね、
自公民のこの3党の合意の中で今協議が進んでいるわけでありますし、税制関連においてはですね、年度内に成立をするということは画期的なことだと思っております。また復興についてもご協力をいただいているということは大変皆さんの知見もですね、活用させていただきたいという中においては、ありがたいと思っておりますし、また古谷大臣の下で作った拉致問題に対する会議においてはですね、初めてこれは与野党を超えて、知見のある方々にそれには参加をしていただいて、オールジャパンで取り組んでいきたいと、こう思っております。もちろん与野党ですから、緊張感を持った議論を進めていくことが求められていますが、時にはですね、そのようにお互いが協力をしていく、我々与党でありますから当然お願いをしていく立場であろうと、このように自覚をしております。その合志君、次に原発の問題に移りたいと思います。先ほど海江田代表からですね、原発の政策について10年先延ばしというのはですね、これはあまりに無責任ではないかという発言がございました。私もそう思います。確かに2030年代ゼロに向けてですね、あらゆる政策資源を投入をする、この判断は難しかったです。私もエネルギー政策をやってましたし、まさに原発の問題をずっとやって、特にこの2年間やってきましたから、いかにそれがですね、困難を伴うものであるかということは分かってました。しかしやはり大きな方向性としてゼロを目指して、国としてですね、その目標に向かって民間の皆さんにも呼びかけてやっていかなければならないというふうに思ったんです。考えた。で、なぜそう考えたのかなんですが、それはですね、我々は一昨年のこの3月11日の原発事故に大きな責任を負っているから、その責任を全うする上でもやっぱりですね、その方向性を示して努力をしていかなければならないだろう、そこが出発地の視点としてあったんですね。で、私自民党の政策の議論を見てましてね、一般論としては責任あるという話をされますよ、自民党も。しかし本当にこの原子力の事故についてどれぐらいの責任を皆さんが負っておられるのかということについての自覚は足りないと思います。で、今日閣僚席に座っている中にもですね、そういう責任を負ってらっしゃる方が何人かいらっしゃいます。甘利大臣は私は個人的にはですね、大変、素晴らしい人格の方だと思うし、お慕いも申し上げております。政策的